起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らはコムソを追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あれ。なぜだ。そのコムソの正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小無双の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しやった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。ああ知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのか。その話はどこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大木さん。答えてくれ、起きた。死の敵討つんは弟子の務め。真の理心流の奥義味わわせたるわ。真の理心流、何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや。行くで、坂本龍馬。だなぁ。
Let's go.